シーズンになると釣り人やレジャー客でにぎわう南町恵比寿浜。鳴門市に本社を置く総合建設業亀井組が毎年このウミガメの町の海岸清掃に訪れています。亀つながりというのがまず最初の一つのキーワードなんですけど、それと亀井組が首都環境文化の町づくりを行っていこうと。でその環境という部分と、まあ、首都の場合は子どもたちが笑顔で暮らせる町を作っていく、まあ、そういった部分が、この海の自然を守るということに通じるかなという思いがあってですね、我々の活動の一環として捉えて参加しています。南町観光協会と合同で行うこの海岸の大掃除は今年で3回目。スタッフの家族や地域の人も一緒になって小さなゴミまで徹底的に拾い集めました。今日嬉しかったことが、キャンプに来てたご家族がですね、急遽この活動にも参加して今ゴミ拾いをしていただいてるんです。こういった地道なこのゴミ拾いという輪ですけども、少しずつこうみんなに広がっていって自然環境を守っていくんだという意識がみんな広がっていったらいいなと思っています。